待って待って、ちょっとココちゃん、そのお菓子どうしたの？待って待って待って、セブンイレブンから持ってきた。え、待ってよココちゃん、持ってきちゃダメじゃんよ。あー、やばいやばいやばい、どうしよう。ちょっとココちゃん、マジで放送事故ですよ。皆さん、やってしまいました。ココちゃんと買い物をしてて、ちょっと目を離した隙にココちゃんがお菓子を持ってきてしまいました。くっそ、このままだと刑務所ですよ。刑務所に入ってしまいます。ココちゃん、すぐにあのちょっとコンビニに入って謝りに行こうね。そうだね。どうも、シュンズ TV です。今日はですね、ココちゃんと一緒に冬の買い出しをしたくてセブンイレブンに来ました。僕もお買い物できるんだよ。そうだね、ココちゃん、ココちゃんも一緒にお買い物しようね。うん、一人で。一人で、うん、ココちゃん一人でお買い物なんてできないよ、まったく。もう一人でちょっとココちゃんは3歳なんだよ。3歳の子が一人でお買い物なんて危ないよ、まったく。もう一人で。ココちゃん、一人でなんて心配だよ。それにどうやって買うかわかる？わかるよ。自分で欲しいお菓子を買って、これくださいって言って外に出るんでしょ。ああ、ココちゃん違うよ。一個だけ抜けてる、お金を払うんだよ。お金？なんだよそれさ。今日家におもちゃのお金忘れちゃった。おもちゃのお金じゃ買えないんだよ、ココちゃん。ちなみに、お金払わずにお菓子持ってきたら、それは万引きっていう犯罪なんだよ。いやー、ずーっとココちゃんが一人でお買い物したいって言うんですよ。あー、そうだ、わかった、ココちゃん、お金渡すから一人でお買い物してきな。やった。いやー、すごく喜んでいますけども、皆さん、私はこっそり後ろからついていきたいと思います。ココちゃんが一人で買い物できるとは思えませんからね。よろしくお願いします。よーし、ココちゃん、いい？今日のミッションは一人でお買い物ができるか。まあ、私はこっそり後ろからついていきますけどね。ちなみにココちゃん、ここに千円札があります。お菓子買うときにくださいって言って渡すんだよ。わかった？わかったよ。待って、あの、落としたりすると危ないから、これはこのポケットのところに入れておくの。よいしょと。まったく、もうこれココちゃん絶対に落とさないでよ。ああ、そうだ、ちなみにこれ千円札見えてるのも良くないから、これ反対向きにしましょうね。あの、ミニーちゃんが前に見えるようにして、そしてお買い物行ってきてください。やった、嬉しいな。よし、いろいろ買うぞ。ああ、もうまったく、ココちゃん、じゃあ行ってらっしゃい。はい、バイバイ。うわー、嬉しそうに行きましたね。いやー、皆さん、ココちゃんが一人で行きましたよ。心配だな。ちゃんとお金を払っ、待ってください、もうココちゃん出てきた。早、絶対お金払ってないでしょ。ちょっと待ってよ、ココちゃん、早すぎるでしょ。今ついていこうとしたとこだったのに。ちょっとさ、ほら、買ったよ。買ったよって、ココちゃん、お金払ったの？こんなスピードで。払ったよ。はい、これしゅんさんの。ちょっと待って、買ってきてくれたの嬉しいんだけど、やばいやばい、ココちゃん、お金払わずに出てきたら犯罪なんだよ。だから払ったって言ってんじゃんよ。僕のこと信じてよ。もうちょっと早すぎるんだもん。だってさ、じゃあ店員さん連れてくるよ。あー、待ってココちゃん、ちょっと待って、ちょっと、あの、聞いてね。あー、そうだ、後ろの千円札確認すればそれで一発だ。ちょっとココちゃん見せて。いいよ、早く見てみな。まったく、もうココちゃん、どうせ千円札残ってるんでしょ、この後ろにさ。よいしょと。お、小銭になってる。本当だ。だから言ったじゃん、ちゃんと買い物できたの。それに手伝ってくれたお友達がいるんだ。え、友達？その人のおかげで買えたってこと？どうやらお釣りを計算したら、本当にココちゃんはちゃんとお金を払って出てきていました。びっくりしたよ。それにココちゃん、手伝ってくれたのって誰？スティッチ？僕、スティッチ。シュンさんとココちゃん、久しぶり。ちょっと、スティッチ。スティッチ、なんでこんなところに？スティッチ、宇宙のモニターステーションでココちゃんのこと見てた。そしたら一人で買い物してた。危ないと思ったから、スティッチ、宇宙からすぐに駆けつけた。そうか、モニターステーションで。本当にありがとう、スティッチ。スティッチがいなかったら、ちゃんと買い物もできてなかったと思います。それに、私は本当にダメでしたね。ココちゃん3歳なのに一人でお買い物なんてできませんから。スティッチが
付き添ってくれたのでなんとかできましたけども、ココちゃんちゃんとお菓子買えてよかったね。うん、よろしくお願いします。さてトイストーリールームまで来ましたよ。もちろんスティッチも一緒に来ましたけども、おもちゃの皆さん聞いてください、聞いてください。今ですね、あれちょっと待ってよ、これは一体何をやっているんですか。おもちゃのお金をなんかスパークスが払おうとしていますけども。あベンソンとジョンソン、私たちはみんなでお買い物ごっこをしているぞ。お買い物ごっこ、我々はアンティークショップにいた時レジを実際に触ったり見たことあるから得意なのだ。そうかベンソン、ジョンソン、ギャビーはこうやってアンティークショップでレジを扱ったりしたこともあるわけですもんね。そうだ、お買い物といえば聞いてくださいよ、ココちゃんが今日しっかりとお買い物ができたんです。それがですね、じゃーん、スティッチが助けてくれたからです。スティッチ、この部屋にまた来たかった。宇宙から来てくれたスティッチ、我々もみんなスティッチのことが大好き。シュンズ TV の部屋のみんなは一つのお花だから。お花は家族、家族はいつもそばにいる、何があっても。そうだよね、ザーグ、そしてスティッチ、本当に助けてくれてありがとう。お店のもの勝手に取ったら犯罪、宇宙刑務所に入れられちゃうからね。そうだ、ジェニーちゃん、ココちゃんが本当にちゃんとお金払うことができたのか、スクリーンロケーションで映し出してください。お願いします。すごいよ、ココちゃん。ちゃんとお利口に買い物することができたんですね。本当にスティッチのおかげでございますよ。後からこっそりついていこうとは思っていたんですけども、小さい子一人で買い物はまだ早いですね。そしてこの後、スティッチはこの部屋で遊んだ後、また宇宙に帰ると言っていました。またこうやって、シュンズ TV の部屋に遊びに来てほしいですね。それでは皆さん、またお会いしましょう。さようなら。スティッチ、ココちゃんと一緒でいたずら大好き。シュンさん、ちょっと僕のこと持ってみて。そしてスティッチは腹ペコ、この iPhone を食べる。ちょっとスティッチ、ママ。ああ、スティッチのような強いやつだったら、ウッディ、ジェシー、ブルーズアイを全員まとめて東京の博物館に送ることもできそうだった。だが今回の作戦は失敗だ。また明日新たな挑戦をロッツォとすることにするか。ママ。やあ、こんにちは。何をしているのかね。一度洗脳したやつを再び洗脳しようと思っても、シュンズ TV を家族とか言い出すからなかなか難しいな。ロッツォに質問です。魔法が使えるようになるにはどうしたらいいですか。ああ、私は過去に魔法のランプのジーニーの力を借りて様々な魔法を行うことができた。なのでまずは魔法のランプを見つけることだな。ロッツォのチームになります。ああ、素晴らしいじゃないか。ちなみに私は魔法ではないが、スクリーンロケーションといって映像を映し出すことができるぞ。なのでたくさん魔法を使いたいやつはどんどんロッツォチームになるのだ。ああ、さあ、ここまで言ってもシュンズ TV を応援したいやつはチャンネル登録をした方がいい。ただし、私にとっては敵だがな。どちらか選べ。さあ、どうかね。